千葉県船橋市。東京のベッドタウンとしても知られるこの土地には約60万の人たちが暮らしています。1970年頃まで船橋市には田んぼや畑や森の風景が広がっていました。そして次第に宅地開発が進むと、風景は少しずつ姿を変えていきました。人口の増加に伴い、今から40年ほど前に作られたのが千葉県立船橋芝山高校です。この学校には芝山湿地と呼ばれる湿地があります。1999年、高校の先生が学校の敷地の片隅に湧き水を水源とする湿地があることに気づきました。そこにはサワガニ、オニヤンマのヤゴ、プラナリアなどたくさんの貴重な生き物たちがいました。かつてこの地域に生息していた生き物たちがここにはまだ残っていたのです。芝山湿地は理科の先生たち有志によって貴重な自然を守るためにビオトープとして復元されました。そして部活動の生徒たちがビオトープ活動に加わることで今の姿になったのです。この湿地には740種類もの生き物が生息し、千葉県の指定する絶滅危惧種が29種類も発見されました。生徒たちのこの活動は高く評価され、2009年に全国学校ビオトープコンクール2009で特別賞を受賞しました。ビオトープを持つ学校は全国にたくさんありますが、この船橋芝山高校のビオトープが高い評価を得たのはなぜなのでしょう。